始まりました。2ボックス目の開封動画をしていきたいと思います。それでは24パック開封していきましょう。結構量が多いですよね今回は。1パック目、はい、リダテンキット、コードネームスネークですね。ベリーアですね。はい、ゾンビくんのやつ。レアリティレジスタンス。ベリリアとスーパーリアのカードすべて持ち主の手札に。すごいな。何これ、竜白連マルタ。バトライ王のね、フロワークですよ。はい、アニマ、ベルギヌス。何これ、ハッチャ、トゥーリアン。このクリーチャーバトルゾーンに出したとき、相手クリーチャー1体破壊する。その後、そのクリーチャーのコストと同じクリーチャーを1体、自分のマナーゾーン、または墓地からバトルゾーンに出してもらう。はい、スーパーレアが当たりました。強いですね、なかなか。パワーパズル。ファンタズムクラッチ。クラッチってもう、ワンピースのパクリじゃん。モロワンピースパクってますよ。はい、ティーグネス。フォーチュンスロット。お、ボルシャックコロドラゴン。自分の墓地にある火のドラゴン1体につき、このクリーチャーのパワーをアタッカープラス5656を得る。プラス5556、コロコロ分上がるっていうね。これいいですね。はてなはてなはてな。シークレットこれ。違う。12月また出てしまった。これ全カード手に入れさせるために金どんだけかけさせるの。イエマカレンダーのせいで。まあ俺集める気ないけどね。アクアサーファー来たこれ。はい。ボールイエス。ゼウスとか来るかな。ゼウスさんとか、ヒクシーライフ。ブレイン。ボールシャックマスターズ。すごい。ワールドブレイカーで自分のクリーチャーすべて攻撃中、クリーチャー攻撃中、相手自分の墓地にある火のカード1枚につき、そのクリーチャーのパワー、プラス3000する。はい。海底鬼面獣。やっぱメンデルス出ないんだな。パルピエロ。シンボウ、大作家シンボウ。誰だこれ。ザ・ブラックボックス。すげえ。2016年ってことで。5月のカレンダー。クロスヘイン。ブラボいいね。ブラックボックスやね。はい、衝動が入ってます。どんどん吸い込むな。も入ってるもん。はい、タイタンジャイアント、ベリリア、バニラゾーン、カレーパン。お、何これ、2000万ディエン。ディエンこれに入ってないけど、アクアの。はい、孤独の影、ロンリーウォーカー、ピクシーライフ、ニコル・ボーラス。はい、このクリーチャーバトルゾーンに出た時、相手の自分の手札から7枚選ぶ。手札7枚あれば捨てるんだ。選び捨てる。手札じゃほぼゼロになるじゃん。このクリーチャーアタックする時、相手のクリーチャー一体破壊する。アクアティーチャー。パック目だ。こだまんま来た。またこだまんま。ベイビー。じゃあ、バーブ、ジャック。これ出やすいんだな。お、リベレーション・オブ・ジ・エンドだ。はい、これ変形デッキについてきた。パワー、相手のパワー9999以下のクリーチャー一体破壊する。パーロック。
ドロスコの方がいいです、正直。ディグネス DNS パークがなんか絵がいい、すごいいい感じが、絵がなんか変なのがいる。何これ、誰。はい、DL ヒーロー ユウさん入ってたんだ。アツトも入ってるってことか。お、復活と激突の順位が入ってます、すげえ。アニマさん、ハムカツのイラスト百列ペン、何これ超リアルな絵。ファンコレイジワンワン、フレイムランス、キリモミヤマールス、グレニア、インプ、エリカッチュ、アクアメルゲ。お、どんどん吸い込むな。デンデンパーカッション、シルバースコップ、改善クライム、改善クライムで、お、ディエマ革命来た、サイン入り、サインカード、ドリームメイト、何これ、宝塚みたいな、宝塚っていうかなんつうんだろう、あの福横行こいみたいなね、宝船だよ、宝塚みたいなね、忘れましたね。はい、グラッディクロス、お、ボルメテオスホワイトドラゴンの、これ何、スーパーレアが出ました。しかも見てこれ、コッコルピアが歩ってる跡、テラホーム、ファンタズム、クラッチ、コマンダーイノセンス、イノセント、キングしびれ、足だけ、カモンピッピ、ホースアゲイン、ドルゲドス、ケローラ、ボルシャッククロス、熱血竜、誰もサイキッククリーチャーをバトルゾーンに出せない、ガルベリアス、ジェスターブレイン、シガツ、ぶっちゃけ火のクリーチャーを1月じゃなくて4月にして、1月を雪にして光文明にした方がいいと思う。ロジックサークル、ローラン、アルティメット男、なんだこれ、色物のカードが多いですね、すごいことになってる。フェアリーライフ、本当にこれディエマなのか、ディエマなのかこのパック。ブラックボックスがちょっと怪しくなってきた。なんか入ってる、ベイビーバース、え、何、白いデンジャラスじいさん、ショー、は、何これ、明らかに手書きみたいなディエマのカード。エアリーライス ST プラス1マナ。カードを作るときはこんな風に紙に書いてテストしています。は、これ商品か、本当に。ディエマ大丈夫か、こんなん出して。怒られない、こんなの。怖くなってきたわこれ。魔天降臨、はい、ガールズジャーニー、7月、お、かっこいい。はい、何パックぐらい開封してんだろう、遅いな、もうちょっと開封するで早くするか。孤独の影、ロンリーウォーカー、
セイントボルシャックまた出た。お、ブロンズアームドライブ、何これかっこいいな。なんかバディファイトに似てない？これバディファイト100のさ、あの500円、あ違う1000円デッキについてきたやつ、最初のスタートデッキ。はい、何パック目だこれ、ブラッディシャドウ、コマンドイノセント、これ何なんだろう、デーモンハンドかな、毒マナだし。8月海だ。はい、ケローラー、ブラッディクロス、大神秘のイダ、レア。はい、ガモ、カモンレジェンド、ナムアウェイキ、ナムダイエットにしてほしかったっす。残り2パックしかねえ。何が出るかな、トリプルマウス、記者男か、ドンカツ丼。はい、ラストパーク、これにスーパーレアが入ってますよね。なんかいいやつが来てほしいわ。深海タイフーン、ロジックサークル、清流の記憶、パネーキー、なんもねえのかい。はい、で、これ DMR ランドか、これ。おぉ、DMR ランド来ました。はい、ということで、まあ、特に良くもなく悪くもなくかな。まあ、いいと思うんですけど。はい、ボルシャックホワイトドラゴン。あ、じゃあ、ボルシャックホワイトドラゴンじゃねえや。ボルメテオスホワイトドラゴンのスーパーレア。はい、かっこいいっすね、これ。ここにコッコルピアで目がちょっと見えなくなっちゃった。はい、ボルシャッククロス。破天降臨は、各プレイヤーは自分のマナゾーンのカード、手札を丸ごと交換し、その後マナゾーンのカードすべてタップするです。はい、まあ、あとはもう、あ、どんどん吸い込むですね。ジャーバージャックがまた出てしまった。これでも強いね、こいつ。ニコルボーラスが出ましたね。ボルシャックコロドラゴン出たからよしとしよう。はい、ハッチャトゥーリアンが出ました。はい、これ闇と自然文明使ってる人は強いですね。っていう感じです。はい。まあ家に帰ってから後開封します。じゃあご視聴ありがとうございました。